平野のの秘密のダンス技術ファンが知らなかった真実とは岸優太の歌声が涙を誘う理由とは神宮寺優太の驚異的な多彩ぶり平野紫元悠太神宮寺優太の3人が結成したナンバーアンダーラインアイはデビュー以来多くのファンを魅了し続けています彼らのステージパフォーマンスはもちろんのことファンとの心温まるエピソードや 他のアーティストとのコラボレーションも話題となっています。しかし、今回の記事では、ただのファンの声や舞台裏の情報を超えて、ダンスやパフォーマンスの魅力、そして彼らが持つ個々の才能やその背景について深く掘り下げていきます。また、これまで語られてこなかった視点や新たな観点から彼らの魅力を探り、読者にとって新鮮で興味深い内容を提供します。まず、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーについて詳しく見ていきましょう。平野翔は、その抜群のダンススキルとカリスマ性で知られています。彼の動きは一つ一つが繊細でありながら力強く、そのパフォーマンスには観客を引き込む魔力があります。彼のダンスの背景には、幼少期から積み重ねてきた練習と努力があります。彼は小さな頃からダンススクールに通い、 数々のダンスコンテストで優勝を収めてきました。その結果、彼は自然とステージでの表現力を磨き上げ、現在のパフォーマンスに結びついています。ガン・ユータは、その歌唱力と感情豊かな表現で観客を魅了します。彼の歌声は深く、聴く者の,の心に響くものがあります。彼が歌う際には、その感情が一つ一つの言葉に込められており、 リスナーに強い共感を呼び起こします騎士の歌唱力の背景には長年のボイストレーニングと数多くのライブパフォーマンスの経験があります彼は常に自分の限界に挑戦し新しい技術や表現を学び続けています神宮寺勇太はその多彩なパフォーマンスとリーダーシップでチームを引っ張ります彼はダンス歌演技の全てにおいて高いスキルを持っており どのステージでもその才能を遺憾なく発揮しています。彼のリーダーシップは、チーム全体のパフォーマンスを一段と引き上げ、観客に忘れられない瞬間を提供します。神宮寺雄太の背景には、様々なエンターテインメント分野での経験と、チームワークの重要性を学んだ多くの経験があります。ナンバーアンダーラインアイのステージパフォーマンスは、これらの個々の才能が集まって生まれるものであり、 観客にとっては一つの芸術作品です彼らのパフォーマンスはただのショーではなく一つの物語を伝えるものです例えば彼らが歌う「バナナ」は三人の友情と絆を象徴する曲ですこの曲を歌う際には三人がぴったりと寄り添いながら歌い観客にその絆の強さを感じさせます彼らの動き一つ一つ歌声一つ一つには 深い意味と感情が込められています。また、ナンバー・アンダーラインアイは他のアーティストとのコラボレーションでもその才能を発揮しています。最近では、世界的に有名なダンサーたちとのコラボレーションが話題となりました。これらのコラボレーションは、彼らが持つ国際的な視野と、他のアーティストとの相互作用を通じて新たな可能性を模索する姿勢を示しています。 彼らは常に新しい挑戦を求めており、その結果として観客に新鮮で革新的なパフォーマンスを提供し続けています。一方で、彼らのファンである ILIs との関係も非常に特別です。彼らは常にファンを大切にし、その期待に応えるために努力を惜しみません。例えば、平野翔が自身のインスタグラムに投稿した写真は、ファンにとって大きな喜びとなりました。 彼は公演に来られなかったファンのために、ステージの様子や裏側の写真を共有し、その優しさと配慮が多くの人々に感動を与えました。ファンとの交流を大切にする姿勢は、彼らが真のエンターテイナーであることを証明しています。さらに、ナンバーアンダーラインアイのメンバーは個々のプロジェクトでも活躍しています。例えば、平野翔はドラマや映画でもその才能を発揮しており、 キシユタは音楽活動に加えてバラエティ番組でもその明るいキャラクターで人気を博しています。神宮寺ユ太タは舞台やモデルとしても活躍しており、その多彩さを遺憾なく発揮しています。これらの個々の活動は、彼らの総合的なエンターテインメント能力をさらに高め、ファンに多くの楽しみを提供しています。では、彼らの成功の秘密は何でしょうかそれは、 彼らが常に自分自身を高める努力を続けていることにあります。彼らは一つの成功に満足することなく、常に新しい挑戦を求めて努力を続けています。その姿勢は、彼らが持つプロフェッショナリズムと情熱を示しており、それが観客に伝わることで、多くの人々が彼らを応援し続ける理由となっています。また、彼らの成功にはチームワークも大きな要素となっています。 彼らは個々の才能を最大限に発揮するために、互いに支え合い、保管し合っています。例えば、ステージパフォーマンスにおいて、彼らの動きや歌声が一つのハーモニーを作り出すのは、日々の練習とコミュニケーションの結果です。彼らの絆の強さは、観客に感動を与え、彼らのパフォーマンスを一段と引き立てています。さらに、彼らの成功にはファンの存在も欠かせません。 i l i ズは彼らの活動を熱心に応援し、彼らにとって大きな支えとなっています。ファンの声援や応援メッセージは、彼らのモチベーションを高め、さらに高い目標に向かって努力する原動力となっています。彼らはファンとの絆を大切にし、その期待に応えるために全力を尽くしています。これからも Number、no. Underline の3人は、多くの挑戦を続け、 新たなステージへとと進んででいくことでしょう。彼らの未来には無限の可能性が広がっており、その才能と努力があれば、どんな困難も乗り越えていくことができるでしょう。そして、ファンである ILIZ と共に、その輝かしい未来を築いていくことでしょう。最後に、読者の皆さんに問いかけたいと思います。あなたにとって、ナンバーアンダーライン・アイの魅力とは何でしょうか 彼らのどの瞬間が最も心に残っていますかそして、これからの彼らに期待することは何でしょうか彼らの物語はまだ始まったばかりです。共にその物語を見守り、応援し続けていきましょう。彼らの未来に期待を抱く私たちファンにとって、これからどのような展開が待ち受けているのか、想像するだけで胸が高鳴ります。ナンバーアンダーラインアイは常に進化を続け、 その限りないい可能性を探求しています。彼らの努力と情熱が生み出すパフォーマンスは私たちにとってかけがえのない宝物ですステージ上で見せる彼らの一瞬一瞬には無数の練習と準備が詰まっています例えばある公演では翔くんが新しいダンスの技術を取り入れ観客を驚かせました彼の動きはまるで流れるようで見るものを魅了しました このような瞬間は、彼が日々どれだけの努力を重ねているかを物語っています。そして、その努力の成果がステージ上で結実する瞬間を目の当たりにすることで、私たちファンもまた、その感動を共有することができます。また、騎士君の歌声には特別な力があります。彼の歌声には、人々の心に直接届く力があり、その歌詞に込められた感情がストレートに伝わってきます。 あるライブで彼が歌ったバラード曲は、多くのファンに涙を誘いました。その歌詞には、彼自身の経験や感情が反映されており、聴くものすべてがその世界に引き込まれました。彼の歌声が持つこの力は、彼が一人のアーティストとしてだけでなく、一人の人間としての深みを持っていることを示しています。神宮寺由太君の多彩さは、彼がどんな場面でも輝くことができる理由です。 彼はステージ上でのダンスや歌だけでなく、舞台や映画でもその才能を発揮しています。ある舞台で彼が見せた演技は、観客を圧倒しました。その真摯な演技は、彼がどれだけの努力を重ねているかを示しており、その才能の多様さを証明しています。彼の存在は、ナンバーアンダーラインアイの幅広い魅力をさらに引き立てています。